階まあ、ね、うん、いいですいいです、読み段階かな、うん、いいと思いますよ。この曲すごいなんかこう美しい曲だと思うんだけども、好きそうね、あの元気がある曲っていうよりはあのこう綺麗なフレーズが続く曲だと思いますけれども、うん、わかりました。はい、じゃあもう一回、じゃあ最初からお願いします。練習してくれてるし弾けてるんだけども、さらにもっと美しくするために、いろいろちょっと変えていきたいと思う。はい、ね、まずね、椅子に身長どれ、ちょっと私より高い、私と同じぐらいかな、超えてる、超えてるか、ね、そうだあ、ちょっと私が高いましたね、じゃあまずねピアノを弾く姿勢からちょっと見てみようか。うん、ね、ちょっとね前に行き過ぎかもしれない。ちょペダルは踏んだりとかしてる？ピアノ弾くときにペダルは使ったことある？はい、あ、じゃあペダル使おうと思えば使えるね、はい、うん、じゃあちょペダルに足をかけてみて、はい、してもう少し椅子を引きます。そう、そして背筋がまっすぐなるよ、うん、構えてごらん、うん、両手で構えてごらん、そうで肩で支えてまっすぐ、できるまっすぐ抱えられる、そうちょうどこう肩幅が広がる感じね、そうで、あまり肘はね張らないんだけど、ここのここはねしっかり支えてください。もしこっちに寄ってるかな、この真ん中に座ってごらん、そうそうです、ちょっと今までと違うここがねすごいね力がいります。ピアノってね腰で弾いてるのね、うん、こう椅子にこうがっつりここ座って足でこう踏むじゃない、そうで上半身自由に動けるようにします。うん、今まではね椅子がね深かったから背中が曲がってこうやって弾いてたのね。それをちょっと前に座って解放してください。はい、そうです、そうです。で今まで違う筋肉使うから弾きにくいかもしれないんだけども、こういう動きがいります。こういうで左手もこういう動きがいります。そうするとこうした時にこう広げてごらん、もう端っこから端っこまで届くやん、うん、で届いて自分の視野にも入ってるはずね。ピアノってここからここまで使うから、今たまたまあのお勉強の段階だから使ってないだけなのねでここも使うので、そういうピアノってこれだけの幅があるんだっていうのを頭に置いといて、いつもここしか使ってないからここかじゃなくてね、こういう幅があるピアノだとそれに対応できる姿勢と体がいります。姿勢がね重要なんで、はい、下ろしていいです、はい、そしてじゃあここが自由に使うんだっていうことが分かりました。ペダルはね踏まなくてもそこに置いといてください、うん、でじゃあ右手のここまでやってみようか、はい、はい、です、はい、じゃあもう一回どうぞ、この
ここの指の動きを使ってやる。はい、ちょっとどうぞ。はい、もう一回どうぞ。そうです、一番ね、なんていうかな、まあ、いけないじゃないんだけれども、そうならない方がいいっていうのが、ここが一個一個動くね、これはね、あまりやらない方がいい。そうじゃなくて、手首は一つの動き、ここまで全部これだけで弾いてしまう、この指のこの動きだけで。はい、もう一回だぞ。そうね、もう一回どうぞ。はい、そうです、今だいぶね、この指だけで動かそうと思ってくれてるからね、だいぶこれがなくなってきました。はい、じゃあここでちょっと楽譜を見てみます。メゾピアノというのから始まって、クレッシェンドしてデクレッシェンド、分かりますね、意味分かるね。うん、そしてスラーがこっからここまでかかってます。ということはこっからここまで一息で弾きますね。そして少し音量を膨らませて、縮めます。でここに一つの美しいメロディーがここにできています、ね、このこれはね、何と思う？アクセント。アクセントはね、そうだね、一拍目にタララン少しついてます。だからこういう風に弾く必要はないです。あくまでもフレーズの中で指使いをこれで弾きおる。ちょっともう一回やってみて。4141ね、11。だね。うん。じゃあゆっくりやってみようか、一緒に。1、2、はい。もっといきなりやってみよう。3、の、はい。そう。じゃあ、ゆっくりどうぞ。3、の、はい。もう一回どうぞ。はい。うん、OK、OK。これって、アウフタクトって言います。うん。一拍目がここにあって、ちょこっとここに出てきてるのね。だから、これは、続きから入るような感じ。1、2、3、4、1に入ります。なのでここからいきなり始まる。1、2、はい、やってみよう。1、2、はい、そうそう。じゃあゆっくりでいいので、この膨らみをちょっと入れてみましょうか。1、2、はい、例えばこの一番大きいところってここになるよね。ということはソミファレソミファレソミファレっていう部分が一番山でここで収まっていきます。ということはここのところで少し重さをかけてください。スピードじゃなくて少し腕の重さを入れます。1、2、はい、そう、もう一回。1、2、はい、そう。これを弾きながらここを少し柔らかく使ってごらん。1、2、はい、はい。じゃあテンポでいくよ。1、2、はい、うん、もう一回行こう。1、2、はい、ごめんね。3、の、はい、そう。だいぶこれがね、少し出るので、そこはね、自分でね、止めてごらん。ここから動かしてください。1、2、はい、そう、今の方
がいい。もう一回。1、2、はい。そうです。はい。じゃあちょっと次いってみて。じゃあ、もう一回最初から弾いて両手で入ってください。はい。はい、そこですね。ダララクレッシェンドが出てるよね。ね。だけども、一個ずつバラバラにしない。左手も、じゃなくて、パン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 パーランっていうのが一つのグループです。左だけちょっとやってみて、はい。
じゃあね、ここまずピアノからね。今、メゾピアノで始まったメゾピアノぐらいからでしょうか。そしてクレッシェンド、どうぞ。はい、じゃあもう少しテンポでやってみます。1,2,はい、そう、なるべく上に上げないでこの場で弾いておらん。 1,2,はい、両手で弾いてください。あ、いいよいいよ、うん、Cだね。はい、です、はい、です。この右手のこっからここまでっていうのは、さっき、私がここで言ったのと同じね。うん、ただ音が違うだけなので、はい、どうぞ。そうです。そして、こっからどうぞ。わざわざ書いてあるね。さっきはここ書いてなかったね。同じような、ね、だからメゾフォルテまで持ってきてくださいって書いてある。ということは右だけどぞ。そう、タラララララ。これで小さくしてください。じゃあ、そう、の時にテラララの時に少し腕を動かしてください。重さをかけるね、うん、重さをかけるっていうのは、これはじゃなくて少しこの腕の重さを使ってください。わかりました。はい。で弾きます。そうも、そう、タラララララで小さくしましょうか。はい。はい。じゃあこれに左手をつけます。そうです、そうです、そうです。そう、今やってくれたね。これもそうなんよね。もう一回どうぞ。優しくっていうか、つなげてごらん。向かい、はい、はい、です。じゃあちょっと次行ってみます。じゃあここから弾いてみてください。切れるよね。テラチャラリで、短いフレーズね、短い塊がポコポコって出てきます。ポコポコって出てきて2小節、またポコポコって同じことやって2小節、そしてここから最後になりますね。これちょっと線引けば、今ここ中間分のところですね、この真ん中のところで、ここでちょっとはい、じゃあここどういう風に弾こうかな。ピアノって書いてあります。だから私は多分じゃないと思いますね。じゃないかなっていう気がします。だからやっとここで小さく収まりました。そのまんま優しい感じで弾いてみてください。はい、どうぞ。でそこまで大きくしないってことね。はい、もう一回やってみます。それでね、ここのスタッカートをどうするか、今ね
して跳ねてる感じになっています。多分の方がいいんじゃないかな。短く切ろうと思わなくていいから、優しく抜いてあげる。左手もちょっと左だけどぞ、向かいぞ、そうね、次次ドレファレファ、うん長いかな、うんレあうんラファ、はい、そうもう一回、うん、ラ、うん、ラ、向かい、うん、ラ、ラ、うん、向かい、ラ、ラ、次、ソ、ソ、じゃあ次、はい、ド、ドシラソファミレット、どうぞ。よっぽど注意しないとね、この音だけ飛び出ちゃうのね。だから優しく優しく弾いてあげてください。こうです、こうし。はい。そう、このね左手の下がるのってすごい難しいんだけど。釣られないように多分した方がいいんじゃないかなと思うね。どういう意味かというと、これだとこれも同じ動きになっちゃったよね。じゃなくて右手はこうでね、こうと同じ音だよね。でもずーっと右手は同じ方向で弾きます。それでそこに左手が、つまり右手の動きと左手の動きが違う動きです、ね、違う動きを同時にやります、ね、それは、頭でコントロールしてください。しかも少しゆっくりたっぷりとでなる。これが一緒になるのね。はい、やってみよう。
それ良くなった。もう一回どうぞ。はい、もう一回いきます。じゃあこれが、たっぷりとアビットスローは少しゆっくり。じゃあここからどうぞ。3、4ってまで弾いたら元の速さに戻す。はい、そう、これもこれはね、もうここまで一息にね優しく弾きます。ここのフォルテのところとここの違いを出しますね。じゃあね、ちょっとここからやってみて。もう一回、じゃあ最初からやってみようかね。はい、どうぞ。乗ってやってみよう。さっき言ったこと忘れないよ。1、2、はい。隣でいろいろやったよね。それを自分の心の中に置いてください。そして、あの時みちお先生がガミガミ言ったねってサボちゃんの友達が思ってもいいけんが、でそれを、自分でできるように、自分の気持ちと指と頭の中に入れてください。そして本番はもちろんないし、これないしね、うん、いや受けたことあるから分かると思うけどね、一発勝負だから、うん、その時に何回弾いても同じように弾けるように、自分をコントロールできるように。で自分は自分のことをどこでコントロールするかっていうとは、脳でコントロールします。で
ピアノってね、指で弾いてるんだけど、指で弾いてない。脳みそで弾いてんの。うん。ね。体の、もちろん脳で指をコントロールして弾いてるから、音楽はどこにあるかっていうと、頭にあります。うん。それを指を使って弾き出す音として。っていうなので、指任せにしないでください。ね。自分の心で弾く。じゃあ、最後もう一回弾いて終わりましょう。はい。大丈夫よ。1、2、はい。方向で練習していってください。はい。はい。